ここは通学路。霊夢は少し寝坊してしまい、急いで学校へ向かっていた。はぁ、はぁ、どうしてだ。なんか、うまく走れない。おーい霊夢、そんなちんたらしてたら遅刻するぜー。違うんだよ。なんかよくわからないけど走れなくて。は？もしかして霊夢、走り方忘れたのか？いいか？右手と同時に、右足を出して、次は左を。いや走り方はわかるわ。てか右手と右足両方前出したら変な走り方になるだろ。確かに。まあいいや、ここは任せろ。学校まで押していってやるわ。ちょい痛いってマリが優しくうわぁ。ギリギリ間に合ったな。優しく運べよもうちょい。あとは体育とかなきゃ大丈夫だな。今日は、むむ？いや自習かよ今日。おい霊夢、自習だからって眠っていいわけじゃないぜ。マリサに吹っ飛ばされたからなんですが、早く課題やり行くぞ。今日の課題は若干優しめだ。デュオキャッシュで5位以内を2回ゲットだぜ。いやそれで優しめとかマジか。でも無理だよ。なんでかわからんけど、私走れないんだもん。ゲームの中なら走れるだろ。ほれ、課題やり行くぜ。はぁ、なんか嫌な予感するな。日常生活に、ふとしたタイミングで訪れる謎の感覚、第六感、本来感じることのできない、未来の予知ができると言われている。果たして霊夢は、なぜ走れなくなったのか、それは怪我なのか、もしくは疲れなのか、はたまた、この先に起こる未来を、暗示した何かなのか、霊夢はもう、そんな奇妙な世界の扉の中に、入ってるのかもしれません。一人で何やってるんですか？いやほーい、改めましておはこんばんにちは。ゆっくり霊夢と、応援のフランです。同じくあやです。霊夢と大会に出る、マリサだぜ。あとペイです。ということで今回は、2マス5位内目指して、デュオキャッシュカップに出場していきまーす。久々の自習だな。自習でも大会が課題って、うちの学校競技に力入れすぎです。もう今更だろそれは。てか霊夢、なんか走れないとか言ってたけど、大丈夫そうか？あ、多分大丈夫だと思う。いや大丈夫だろ、なんで現実のことがゲームに影響するんだ。怪我とかじゃないんですか？あ、足は普通に使えるんだけど、ただなんかいつもみたいに走れないというか。どういうことやねん。まあ気にだろ、気にせず頑張れよ。てか思ったけど、あやとフラン、課題は？私が生徒会員なので免除ですよ。出たそれずるすぎだろ毎回。お、ここら辺、めっちゃフリーだぜ。ナイス、そしたら広く漁りますか。ここら辺、過疎地だから敵さんと被ったら物資しんどいけど。被らなかったらめちゃ漁れますもんね。しかもちょうど7周年記念でケーキも置いてある。シールドつけれるの普通にでかい。そういや霊夢、普通に走れるみたいだな。あ、当たり前かもだけどな。そうですよ、現実の能力に関係なく、キャラが思うように動いてくれるところが、ゲームの、いいところなんだからな。そうだよな、現実で足を取っても、ゲームの中で速く走れるんならいいや。なんかそれは別の意味に聞こえるな。オッケー、武器は揃ったけど、次はどうする？ラストが近いけど、すんごい重税してるな。まだメダルも取られてない。今回の目標は5位以内を2回だよね。それなら無理する必要もなさそう。そうだな、でも5位となると、少なくとも最終アンチまでは行く必要がある。その通りだね、そしたら少しでも物資良くしておきたいな。となると、やっぱ少しラット漁りたいな。この端っこの施設のだけでも漁りたい。ここは強気に。やばい、ラットのスキャン入っちゃった。タイミング悪すぎだろ。でも、今取ったってことは、すぐに追ってくる可能性は低いぞ。あそこでピズしてるのが見える。今のうちに撤退するわ。いいぞ、ナイス判断。ラットの物資は余ることが多いので、後で取り入っていいかもですね。そうしたいとこだが、メダリオンの位置が怪しい。近づいてきてる気がするな。フレアガンで確認する。やばい、すぐそこまで来てる。追われてたのかよ。まずいぞ、ラットメダル取る敵さんは、キルムーブする敵さんが多い。つまり、戦闘に自信があるということ。そうだよな、できればここは戦いたくない。フレアガン撃って、圧力かけるわ。ナイス、位置がバレてるとわかるだけでも嫌なはず。ってあれ、ちょっと待って。3人スキャンされてる。死ねた、別パーティーが攻めてきてくれた。神タイミングすぎ、もはや救世主。嫌にあったら普通に撃ってきますよ。行くぞ霊夢、ラットの敵さんがこっちに来てるってことは。今なら、ラットの残骸を漁るチャンス。よし、侵入成功。やったぜ、しかも結構宝箱余ってる。作戦大成功ですね。しかもちょうどアンチ外だ。よし、これならさすがに敵さんも寄ってこないだろう。あさり放題ですね。霊夢の音？確実に下は、私たちが最初いた方面。こんなアンチ外でも、来るんですね。でも、まだバレてなさそうだな。奇襲できそうならしたいとこだが、ちょうど今そこ、中に入ろうとしてる。見えた、あそこだ。落ち着くんだぞ霊夢。止まった、当たれー。シールド終わった、100カット。ナイス、これ詰めようぜ。私の方削ってない方の敵さんいる。削った方は一目散に逃げてるわ。その敵さん狙うね。今撃てるぞ。終わった、これいける。このキロの合手はない、突撃だ。建物の中に逃げ込んでるぞ。
どんどん行けー。横へ逃げた、捕まえる、お二人囲った。危ねえ、お仲間さん来てる。でもマリサさんナイスキルですよ。ダウン入れてる、落ち着けば大丈夫だぜ。了解、無理せず行こう。待って、ストーム来てるわ。うん、冷静に行けばやれそうだけど、その後しんどくなるな。ここは見逃しましょ。当初の目的を忘れず、5位以内。そうだな、移動するぜ。バイバイ、テクサー。前が捨ててリスカッコある。よし、難なく円の真ん中まで来れたけど、ここからどうするかって話だな。どこかいい感じに身を隠せる場所があれば。あ、あったぞマリサ。おお、マジか、どこだ。いや、ブッシュかよ。まあ予想はしてましたけどね。おいおい、ブッシュの何がいけないんだ。ブッシュは史上最強の隠れスポットだぜ。誰にも警戒され。え？やばい、フレアガン撃たれた。おお、マジか、嘘だろー。ブッシュイモリが一番通じない環境ですね。一週間で消えるらしいけどな、フレアガン。そう、私のブッシュイモリが。でも霊夢、まだアンチ入ってるぜ。くぅ、ブッシュ作戦は飛んだしたが、なんとか耐えれそうだな。ああ、まだまだここからだぜ。もうすぐアンチの収縮が終わるな。周り全然敵さんいないわ。今のうちに真ん中方面へ進もうぜ。ウッパマラッカよ。ついてないな今回。日頃の行いが悪いんじゃないですか。で、別に今日寝坊したけどちゃんと学校着いたし。いや、そもそも寝坊するなし。ふぅ、難なく移動できたな。敵さんいなかったの助かったな。でもあっちの敵さんたちは移動きつそうだぜ。お、終わった。リズしてる。相当きついぞあれ。大会は移動遅れたらこうなるのが怖いですよね。本当にそう。むむ、おわ、ダウン入ってる。人数減らすチャンスだ。オッケー、勝ち入った。ナイスゲッハー。やっぱ先移動ゲーだな。いくら上手くても、ヘイト向いたらどうしようもないことがわかりましたね。絶対はなりたくない。ここからもう終盤だ。ヘイト管理はもちろんだが、どう生き残るかに、集中だね。このマッチ5位まで生き延びて、課題クリアに王手かけちゃえ。終盤、レッツラゴー。よし、次のアンチ近いぞ。これならすぐ移動できそうだな。待ってマリサ、目の前ヘイト向いてる。マジか、これは。アジアヘイトだー。出た、アジア特有の現象。どうも敵さんが謎に集中砲火される。最も避けるべき状態。こうなったらもう、抗いようがない。怖すぎる。そして私たちがやるべきは早えな。つまり物資横取りだ。遅くな手を、リセセセセ、ちゃんとリスクはあるからね。撃たれてた場所だから運が悪いと私たちが次の標的。よくいけたなこれ。だがうまく物資取れた。行くぞ霊夢。で、ごめん私ミスった。マリサー。ごめん、なんとか立て直せたわ。先端まで行けたよ。了解、瞬間移動一回使うわ。ナイス合流。ここから移動アンチ、気張っていくぜ。さ、先端。これならギリ移動で一気に先端まで行けるぜ。水かけるね、一気に行くよ。了解、一応フレアガン撃っておくわ。いや、試験の音うるさ。よし、いい感じに進めてるぞ。岩までうまく射線切れましたね。あとは地図でアンチ内まで行けるぜ。よし、それじゃあもう一丁フレアガンだ。あれ、スキャンされない。川に撃っちゃったからですよ。何してんねん。次の移動こっちだ、先端行くぜ。一応フレアガン撃っておく。危ねえ、リバッチかけてたぞ。レイムこっちだ、ローグラ。今行ってるぜ。ナイス、ちょうどそこアンチ内だ。いいぞ、残る移動はあと2回。いいぞ、また先端だ。運が寄ってきてるな。硬い資材まだあるよ、進行頼める？了解任せろ。一旦先端まで飛ぶよ。で、行けた行けた、アンチ内までもうちょいだよ。ここから建築伸ばすわ、もう残り人数少ない。了解、ここからどこまで伸ばせるかだな。まずい、隣来てる、壁取られた。張り替えれる、今のうちに裏へ。ナイス、今なら引け。おわ、裏からも突っ込んできてるわ。おお、嘘だろ。そう、入り込まれたわ、すまん。くぅ、少しでも順位を。もう残りの敵さん4人ですよ。マジか、それならもう5位以内入ってる。でも行けるとこまで行こう。まだ資材あるぞ、霊夢。待ってこの音。いやー、入り込まれた。逃げろ霊夢。待ってよ、横飛びに行った。うわー。ナイスファイト、悔しい展開だったが。無事に4位獲得、5位以内ゲットですよ。よかった、なんとか1回クリア。やっぱ最終アンチら辺まで行かないと、5位以内ってむずいんだな。まあ、さっきみたいにちゃんと生き残ればいけそうだし。もう一回、かまそうぜ。あ、サクッと課題クリアだな。それじゃあ次のマッチへ。レッツラゴー。いや、こーい。さあ、行くぞマリサ。このマッチでも5位以内へ行ければクリアか。霊夢さん、最初調子悪そうでしたけど、全然大丈夫そうですね。あ、気になったわ。この調子で頑張るわ。え、ちょっと待って。グライダーマーク多すぎ。絶対かぶるでこれ。マリサ上のショットガン取って、私下の宝箱取る。オッケー、ぶっ飛びは任せろ。取った、白70。ナイス、私アサルト出た。下に降りてる、ワンチャン撃てないか？あれか、やれるかも。オッケーゲッカー。ナイス、最先いいスタートだな。よし、この調子でさっきみたいに終盤まで。え、あれ、待って。どうしたレイム、てかなんか遅くね。やばい、どうしよう。なんか走れなくなったー。はぁ、何言ってんだよ霊夢。それは現実の話でしょ。違う違う、ゲーム内で走れないんだって。走れないって、ダッシュはできるのか。そう、通常の移動だと歩いちゃう。でもなんか歩くおかげで立ってても当てやすいかも。
ぞ、倒せた。マジかよ。ナイス、これもう逆に走れない方がいいんじゃね。なわけないだろ、やりにくすぎるわ。そうですよね、このまま終盤も生き残らないといけないなんて。なんか、強制歩行のキー設定とか、いろいろしたら治るかもな。よ、よし、やれること全部試してみよう。いろいろ試したけど、全然治らない。歩行系のキー変えたり消したり、ゴミ箱入ったりいろいろしたけど、全く変化なしでしたね。あとできるのは、これだけ。霊夢何やってんだよ。リブートだ、これで無理なら、もう何もできん。頼む、治ってくれ、頼む。あー、ダメだー。終わった。ドンマイですね、これは。もう、このままウェイナイ狙うしかないぞ。マジしんどすぎないかこれ。リブとか使って、無理やり移動していくしか。うお、撃たれたぞ。マジか、こんなアンチの端っこで敵さんに絡まれるのかよ。なんか、嫌な予感するな。ストームサージ警報？バカな、まだ第5アンチだぜ。そうか、一マッチ目読みで、そのまま次のマッチ入ったから、上位帯のマッチに飛ばされたってわけだ。バグってるのにこんなの無理だろう。でも見ろ、初動で2キルしてるおかげで奇跡的に強化値は異常。突出瞬間移動の水があるアンチ。バッチと瞬間移動で移動できそうな感じだな。ああ、正直しんどいが、なんとかなるかもしれん。突出食い込みアンチでまさかのアンチない。このバグの中で移動しなくていいのはマジでありがたい。マジで遅いな移動。オッケー、人にあった。マジナイス次、ブッシュ取るわ。ここのキル、かなり大きいですね。資材の回収に、何よりダメージを稼げてる。でもまずいぜ、すごい境界値が変動してる。めっちゃギリギリやんけ。まずいですよ、これがイカになったら、ダメージ食らって、自動的にジエンド。それだけは嫌だ。待ってあそこ、ワンチャン当てれる。1戦、2戦、3戦、4戦、100当てたぞ。ナイス、境界値100以上だ。ふん、これで今回のサージはしのげるか。3キルしてギリギリとか、どんだけレベル高いんだぜ。アンチ入ったんだけど、運良すぎだろ今回。走れないバグは起こるのに、どうしてアンチ運が。ありがたいけど走れるようにしてほしい。何はともあれ、サージも乗り越えてるし、終盤へ行けそうだな。それじゃ、時間ないけど、あれやるしかない。行きますよ、恒例の質問コーナー。終盤へ行くまでの間、YouTube のコメント返信をしていくぜ。回答はウツ主の柔らが担当するよ。それじゃスタートを。ラバンの内容ってどれくらいレパートリーを作っていますか？ね、毎回即興で考えてるから。ストック的なものはないね。ネタ作りに追われている。でもまあ、ネタ切れになることはないんじゃないかなと思ってるよ。極論、何でもいいですからね。ドラえもんが永遠に続いてるのと同じ。まあそういうこと。ヤワラさんはタコスと天空城が合体してできたんですか？何を言ってるんだね君は。まあタコスも天空も好きだけどな。最近天空の人ってイメージが強くなってきてるみたい。もっと上手くなれるよう頑張ろう。子供の頃に流行ってたゲームなんですか？そうだね、一番はスマブラだったかな。ヤワラが子供の時はオンラインゲームが普及する前だったから、友達の家に行って一緒に遊ぶのが普通なんだぜ。今は自分の家から遊べると考えると時代を感じますね。私も感じるよ。これラスト。ヤワラさんにとって視聴者は何ですか？文字通り視聴者ではあるけど、言い換えたらってことだよな。まあ間違いなく言えることは大切な存在だよ。本当にそうです。皆さんが見てくれてるから私たちは活動を続けられる。これに嘘偽りはないんだぜ。だからなるべく視聴者の期待に応えたい。そう思って動画制作を続けているよ。もし普段見てる YouTuber が頑張ってないなって思ったら残念に思ってしまうのは致命ですからね。だから頑張り続けるよ。いつまでも応援よろしく。ということで今回はここまで。皆さんいつも質問ありがとうございます。動画ごとに別の質問して OK だから、じゃんじゃんコメントしてくれよな。それじゃ大会に戻るぞ。質問コーナー中、かなりピンチだった。サージダメージがギリギリで異常。みんながダメージ稼ぐからどんどん境界値上がっていくな。うっわ、マラクアンチだ。走れないバグの中、この移動はしんどすぎるぜ。そしての移動のようでストームサージ発生。境界値はギリギリですが、まだ異常を保ってます。マリサ、もうストームしてるよ。行かないと。ダメだ、もうちょっとだけ。ちょちょちょ飲まれてるって。まずい、行くぞレイム。レッツゴー。瞬間移動使って、そんでギリギリもっかいつけて。オッケーつけた。ナイス止まるよ。いいですね、なるべく徒歩で移動しないようにして。レイムが移動しやすいようにしてるんだな。そうだぜ、ついてきてもらわないと困るからな。リフがあれば走れなくても全然ついていける。いいぞ、このまま直進、崖の上を越えれば。おわ、下から撃たれてる。嘘だろ、まだアンチ外じゃねえか。多分サージが強いんでしょうね。ババ、それは霊夢たちも同じ。現在16以上。くぅ、イカになるのも時間の問題だな。もうサージ消えるわ。問題は最後のサージ。難関、26人サージか。そ、ここに来てまた逆アンチか。リズと瞬間移動が残ってるだけまだマシ。ここで使うしかないな。行くぜ霊夢。2人ついてきて。オッケー、2回使う。先端で立てる、いいポジションだぜ。
来たぞ、最後のサージ。え、ちょっと待って、嘘だろ、イカやんけ。まずいですよ、このままじゃサージダメージ食らっちゃいます。くぅ、それでやられるのは絶対嫌だ。とはいえ一旦移動だ、霊夢こっちまって、鉄板と被った。一旦戻る、大丈夫だぜ、焦らずだ。よし、下から合流する。あ、待って、ダッシュゲージ切れた。無防備すぎだろそれ。あぶね、なんとか合流できたぞ。それで言ってるの意味わからんぜ。お二人とも、落ち着くのはまだ早いですよ。まだ、サージがイカだ。次のアンチ決まった、行くぞレイム。オッケー、ようか。もう当てるしかない、個人勝つと。またイカだレイム。もう一度当たる。ナイスです。これで、うお、ギリギリ20だ。よっしゃ、これで最悪の展開は防げた。ナイスダメージ稼ぎ。だが、まだ残り20人以上。ゴールまではまだ遠いですね。そして頼みの綱のフィズももうない。私の資材もあと5枚、もう本当の自利品だ。一旦ボックスは作る、どうにかして合流を。任せろ、どうにかして。やばいやばい、狙われてる。うわー、やられたー。大丈夫だレイム、レイムからもらった資材で、私が生き残る。あー、頼んだぞマリサ。よし、ちゃっかり一人倒してるぜ。ちゃっかりすぎだろ。資材めちゃ増えてますよ。よし、これだけあればまだ順位伸ばせる。残り人数16人。まだまだ多いな。回復ないから、どうにか敵さんから取りたいけど。うお、目の前でやられた。あんしかないぞマリサー。くぅ、資材は取れなかったけど、水は回収できた。ナイスデカすぎるそれは。あとは、身を守りながら進行して、安全なとこまで行く。よし、そこなら使えるぞ。さて、最終アンチ。残り人数9人、トップ6。もう目標は目の前ですよ。ああ、でも以前ピンチなのは変わらない。なんか、上からめちゃ撃たれるよな。もしかしてだけど、ここ、セカンドハイなんじゃねえ。みんな降りてるってこと？やばい、降りてきた。うわぁ。大変だマリサー。無理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 、もう行くところが。いやぁ。うっぱ、今のマジでセカンドハイだったんだな。あんな低い場所なのに、みんな自利品で下に降りるしかなかったのか。おい、そういえば順位どうだった？やっべ、見てなかった。これですね。うおー、ギリギリでだー。よく頑張ったなマリサ。いやー、まさかあんなハイレベルマッチで5位までいけるとはな。しかもレイムさん、走れないバグも発生してましたし、マジあのバグもうならないでくれ。皆さん、くれぐれも。嫌な予感には、注意してくださいな。それは、ただの偶然ではありません。あなたの経験からなる、引き察知の可能性があるからです。レイムも、今回そうだったのかな。いえ、奇妙な世界へ足を運んでしまったから、なのかもですよ。いや、急に現れんでいいわ。意味不明だし。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。